だってもうスピード見てるのは素人だけですから。ほ<う>だって100、160キロとか物差しにするけど、それを評価にしてるプロ野球選手いないでしょ。うん、じゃあ、なんで石川が抑えれるんですか ?180 勝もして。ヤクルトの。うん、杉内和田はどうすかっていう。別に、やっぱスピードは出ないより出た方がいいですね。やっぱ出ないよりは。でも別に出なかったからって大したことでもないですよね。 やっぱりもう今はボールの回転だったりスピースピンですかね。いやーでもそんなのだって一昔トラックマンのやつもいやーこの数値はメジャーの平均値より高いですよね。ってなってじゃあそいつメジャーで活躍するのかって話じゃないですか。うん、所詮別にそれは目安であってすべてじゃないですよね。だって僕この前 YouTube でもあのなんあのピッチングやりましたけど僕あのスピン量の回転数 プロの平均値より高いんですよ。僕へ今でも今投げて。お<う>じゃあ抑えれんのかって話じゃないですか？お<う>抑えれないですよね。ってっていうことですよ。数字上は平均値より高かったんですから。測ったらじゃあ里崎智也がもうボールの質のいいボールっていうのはどういうボールなんですか？で、うん、もうそれ感覚だから分かんないですよね。<laughs> だって、そもそもですよ。仮に完封しましたと。とめちゃくちゃすごかったとうん。 ヒット4本しか打たれてませんと。でも僕が全部4本打ちましたと。僕にとったら大したことないですよね。うん、でも他の8人にとったらすごかったよ今日はってなるわけでしょ。だ結局は人によるんですよ。うん、自分がタイミングあって打ったらそれは別に球来てないんでね。自分にとったタイミングが合ってるんで。うん、だから全員に共通してっていうことがほぼないですよね。 おいあと里崎打ったら先発全員あんだやぞもう10何ダー打ってんぞチームで僕だけノーヒットとかもあるわけじゃないですか、ね、いやなんか俺の時すごいとこ組んだってみたいな <laughs> もうあるわけじゃないですかなるほどねだからかんその日もう感覚のタイミング次第ですよねうん受けててもうわ今日来てんなと思っても勘から打たれる時もありますしね、うん、いや今日あんまり来てねえなーと思っても全然打たれない時もあるんでだそれはもう一つの要素っすよね